朝飯をね、たらふく食った後、このユーティリティが一体どこに向かうのか。まあ、この晴天を見てくれたらわかるよね。当たり前に、ビーチ。向かっちゃうからっていう話だよね。宮古島でも最も綺麗なビーチと言われている、与那覇前浜と。そこにね、今頃向かっちゃうからっていう話だよね。もう、かなり近くまで来てるよねっていう話なんだけど、いよいよ着いちゃいますよ。しかしすごいね、このなんかサトウキビが生い茂ってる感じ、大自然で感じちゃうよねって話だよね。このカーブを抜けると一気に海水浴場だ。どうだてめえたちは、いきなりこんな絶景が広がっちゃって、てめえたちみんな戸惑ってんじゃねえのって話だよね。お、タクシーで来る猛者もいると。カード決済 OK だって、あの監視のとこ、あのマリンショップ、すごいね、ペイペイも使える。商売機ありすぎて草しか生えないよね。さあ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 、いよいよね着きましたと。目に焼き付けてくれたまえと。これが宮古ブルー AKA 与那覇前浜だよね。いやようやくだよ、マジよかった。滞在3日目にしてさ、やっとこの快晴ですよ。待ち焦がれたよね、この瞬間を。全力で楽しむしかあらへんやんけっていう話やね。さあ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 、どうだてめえたち、この透明度よ、えぐいね、これマジで。宮古ブルーと、それ以外の言葉はもうないよねって話だし、いやーこれはね、もう見てるだけで完全に癒しでしかない、そんな景色を提供してくれてるんですよね。このデンジ、さっきまで海遊びを完全に楽しんでたわけなんです。というわけで今なんでタイムズカーに行くかっていうと、まさかね、レンタカーこれを乗り換えなきゃいけなくなっちゃったんだよね。それはなんでかっていうと、今ってゴールデンウィークに差し掛かってる時だから、最初の車が72時間必要なのにもかかわらず48時間しか借りなかったんだよね。そこでこの頭の良すぎるユーティリティが頭を使って考えたのか、48時間最初に借りて、その後24時間借りれば実質3日間借りれんじゃんと、そう思いついた俺はすぐさま次の予約を取って、また別のカラーのフィット予約しちゃったよって話だね。早速ね、車を乗り換えて、そしてここにね、散らばってる大量の荷物も乗せ替えて、またしても海に行ってみたいと思います。そう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 、このユーティリティがね、また新しい車、まあ同じフィットなんだけど、それを借りてまさしくね、この橋を登っていると。そして今からどこに向かうのかっていうと、まあ、前回の U10 TV でも収録した人生最後の絶景ポイントと言っても過言ではない一度のエンド向かっちゃうねって話だね。そして今そこのその下地島に行く伊良部大橋ね、これ渡ってると、もう見てくれよと、なんかこの素晴らしすぎる絶景よ、これえぐくない、これえぐいよねマジで。いやこれはすごすぎる。これをね、お茶の間か知らないけど、スマホとかパソコンで拝めてるてめえたち、俺に感謝しろと、その一言に尽きるよね。いや、すごすぎる、これはマジで。まさに、息を飲む絶景とは、このことだよね。そして、このユーティリティはね、いよいよ、最高の絶景とともに、クライマックス、迎えちゃうよねっていう話やね。いや、いいね。沖縄に来ないとね、特に宮古島に来ないとこの絶景は絶対に楽しめないね。この橋ができたのがおそらくこれなんか平成27年とか書いてたんだよね。だから結構まあ最近っちゃ最近なのかなっていう感じなんだけど、それもあってか今めちゃくちゃなんか建設中のね、リゾートホテルだったりとかそういうのがかなり多いよね。まあでも確かにめちゃくちゃ綺麗なビーチがこの下
超絶あるよねって話だから。お、マモルくん出てきたよ。突っ立っていると。まるで UTNTV を撮ってる UTNT のように直立不動でみんなのこと守ってんじゃねえのって話やね。そしてまたこういう田舎道を踏み出しましたから。いやすごいよね。いやマジでもう超絶田舎、うん、いいね。ただこういうとこにね住むとしたらマジで虫は多分やべえさ。だからね虫がやてめえだしね。なんか田舎暮らしとか島暮らしそういうのに憧れるのはいいんだけど、そういう現実もしっかりと見つめなきゃいけないねって話だね。さあそれでは1のエンドまでかっ飛ばしていきたいと思います。さあ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 1のエンド着きましたと。 いいねこの、もうこっから絶景じゃないかって。ただねこのアディダスのスニーカー一体昨日からなんだけど何なのかっていうのはマジで闇が深いよね。さあそれではね昨日の絶景ポイントまで全力疾走したいと思います。そして見てくれよとこの透明度が高いとかそういう次元じゃないよね。透明以上、まあそんな色をしてるよねって話やね。いやね近づいてきましたと。あでも結構子供たちもね、ちびっ子たちも結構波打ち側で遊んじゃってるって感じだから、ここはね、もう勇気を出してあの絶景の中に飛び込むしかないよねって話やね。おい、やべえ、これはやばい。まさかな、着陸の瞬間見れちゃったよねって話やね。さあどうだてめえたちだ。どういうわけかねこの動画データに音声が入ってなかったよねっていう話だから、今急遽ね U20TV スタジオからこの声だけアフレコで入れちゃってるよねって話だよね。そしてこの U20 一体何をしようとしているのかと、これはねおそらく水質チェックと、まあ透明度が高い17エンドの海だからいかほどにね、まあ、綺麗な海なのかと、その水質チェックをしてますと。そういう感じだよね。そしてこの水やっぱり透明度が高いからワンチャン飲めるんじゃねということで早速チャレンジいただきます。しょっぺうん、そらしょっぱいわって話だよねどんだけ体張ってんだっていうのはね、四方八方からツッコミが来ちゃいそうだよねっていう話なんだけど、ただこの17エンドの海っていうのはこの色がちょっと変わってるところは段みたいになっててかなり水深が変わるよねっていう話だから、実際に泳ぐのはかなり危険だよねっていう話だし、ライフガードもいなければこの映像を見てもらったら分かる通り波がそこそこ荒くて、実際俺が足をつけてても引きがかなり強かったから、たとえ浅瀬で泳いでたとしても一気に沖まで流されるリスクも当然あるわけだから、泳ぐとしても完全自己責任だし命の保証は一切ないからマジで気をつけてもらいたいところだよねっていう話やね。そしてこの UTNT が自ら陣痛になってね検証したところ、まあこんな感じでかなりねその立ってたとしても足が持ってかれそうなぐらいね引きが強いよねっていう話だから、これかなり危ないよね。まあそんな感じで今回絶景のオンパレードと言わんばかりにこれでもかっていうぐらい晴天の海をお見せしてやったよねっていう話なんだけど、残りあとちょっとだけになってしまった宮古島の滞在も向こうにいるリア充カップルやファミリーやカメラを持った色黒ナンパ王子よりも全力で楽しんでみせるよねっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、暑すぎてこの T シャツのぐで玉みたいに夏バテしそうなペラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて次の動画また絶賛してもらったと思います。それではねまたネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you! I'm rapping rapping going time to party 20 shows Let's get it wrong here comes a crazy boy 誰もが waiting for 2017 flow Don't miss it anymore Till the early morning 地上がためにダーツ急がマイクステッチ超かき動かすコロコロまでも通じと全然認めビジョン目指す想像以上 Welcome to my world 現実からの次行こう A どうこのどれ次から次へ次出す But when you get higher like a spirit testThat's why I'm going to cross me. It's got no chance. I got to catch everywhere.
めな口に出すまでもなく俺ら try so hard 近い将来にぎわせる Hip Hop Chart 合わせるない騒ぎ起こせ We are 0798から巻き込めてない Bring it to life Cause I'm so bright I'm really believing 輝く